モンゴルプレイング4です。トモです。レオです。はい、今回はクラブセッティングなんですけど、うん、まあ、2023年の最新モデルだけで、仮想で、どれが欲しいのかっていうかセッティングに入れたいのか、うん、今後買いたいのかみたいなのになっていくと思いますね。うん、今回は両辺の、うん、ヘッドスピード55ぐらいで、ドライバーの持ち玉としてはドローだよね。まあアイアンも若干つかまり系ですけど、スコア的にも90前後なんでアベレージ、まあ、でもラウンドにほとんど行かないっていうのがあるんですけど、最近18ホールを1年ぶりに回ったっていうぐらいですセッティングと呼べるのかっていうのもありますけど、まあでもやっていこうかなと思います。でドライバーです。スリクソンの ZX5LS マーク2です、うん、とにかく曲がんねえと、あと意外と初速、うん、飛距離も出るっていうことで、うん、まあ、今回のこの LS、まあ、ローストモデルで、前作の ZX5 よりもちょっとつかまりもいいっていうのと、うん、ちょっとスピン少なくて、うん、初速っていうのもあのガイブラにあんまりね変わらないぐらいの感じなんで、うん、まあ高弾道でちょっとドローっぽいので、曲がらない。そしてシャフターの純正の50の S で、うん、まあ、そこそこ良かったんで、まあ若干でも変えたいかなとは思いますけど、まあそこまでね捕まるとか走るシャフトっていうのは求めないんで、まあ WS の僕は 40S とか、うんうん、でも全然いいのかなというふうにも思いますね。そこまで X とかまではね硬くしなくても、まあ軽型の方になるね、 40S で動くからしたら、でも全然いいのかなっていうふうに思います。見た目がね若干オープンになりますんで、うん、マイナス1度とかにすると若干それが嫌だけど、その分あまり左も気にすることなくある程度ドローっぽいのも打てるんでいいのかなとは思いますね。スペア的な感じで言うと、うん、パラタイムのトリプルダイヤですね、うんうん、これも若干フェードっぽくなるかな、うん、さっきのね 5LS よりはね。だけどやっぱり初速とスピンっていうのは良くて、うん、まあ、飛距離はそこまでどっちも変わらないかなっていう感じ。でも安定性はやっぱZX5LS の方が上っていうのがあるし、あとウェイトは 2g と 14g はちょっとね、あれが純正でついてますけど、もう買い足した方がいいですよ、ウェイトは絶対に、うんうん、個人的には前後ほぼ似たような重量で差をつけるとしても 3g ぐらいなのかなとは思ってるんで、うんうん、前14とかしてなくていい、しなくていい。だってプロのセッティングのやつ、うん、キャロウェイの公式から出てたけど、うん、誰もいなかったよ。あ、前14が、うん、日本のツアーで活躍してるキャロウェイのプレイヤーの人で、前が極端に重くて後ろが極端に軽いって人はね、いなかったっすよ、うん、じゃあ場所数なのね。少数だと思いますよ、うん、変えればいいんですから、うんうんうん、他のグラム数のやつに、うん、っていうような感じです。で、まあそんな感じですね、ドライバーはね、うん。で、フェアウェイウッドです。ピンの G430MAX です。もう、一番簡単に打てるフェアウェイウッドですね。まあ、LST のモデルありますけど、動画も出すんですけど、もうあまりね、飛距離でももう差がない。でも、高さだったり、ヘッドの動いてる、安定感、ブレなさっていうのも、MAX の方がはるかに上だったんで、ラウンドでも3番ウッドでねティーショット縛りでやったけど、うん、めちゃくちゃ良かったんで、うん、フェードもねドローもね、打てて、まあ、270から300ぐらいをもう本当にいろんな球で置きに行けたっていうのがあったので、もう地面からも打てるのでものすごくいいです。まあ、あとシャフトですよね、クロムの65、実際ね 50g 台なんですよ、50後半8とか、意外とでもしっかりしてるというような感じですね、うん、で5番ウッドとかそういう風になってくれたら多分7号とかにしてもいいかなと思いますけど、まあ別に 65S で3番はもう今のところ買いましたけど、うん、めちゃくちゃいいですね、うん、でフェアウェイウッドは5番に関してとか、あと飛距離だったら、まあ、ステルス2って言いたかったんですけど、あまりね
飛ばなかったんで、うん、セルスツの5番ウッド、うん、3番ウッドもどうかなと思うんですけど、あのウエイトずらしたり、うん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 、あれね飛ばなかったんで、まだね前作の方が、まあ、一人の面においてはいいのかなという感じします。あとはトリプルダイヤかな、パラダイムの形状がちっちゃい剣ので言うと、うん、まあ、操作性はねもっと上なので5番ウッドっぽいのはそれで使えてもいいのかなとは思いますけどね。うん、でユーティリティです、うん、で G オンサンブルのユーティリティですね。これはもうやっぱりいいです、うん、あのチャプトがねやっぱ選びやすいっていうのがね、あの、カチャカチャのタイプで、これもねクロムの8号だったかな、うんうん、カーボンシャフトスチール全く打てないので、うん、カーボンの8号だとこう打てるので、まあ、3、4入れるかな。若干ねフェアウェイウッドもユーティリティもだけどフラットにして、うん、ね、使うっていうのが多分僕的に合ってるかな、うん、サマートもフラットで使ってる。まず球の高さですね、第一に、うん、で飛距離もまあそこそこ出るんで、まあ、問題ないんですけど、ドライバー3番ウッド、まあ、3U4U っていうセッティングを僕入れるかなっていう感じですね。でこっから下がアイアンのロングアイアンとかアイアン型のユーティリティっていうところで言うと、ちょっとね入れるかどうか迷うね、うん、まあ、だけど一応入れるとしたら G430 の4番とか5番を入れてみたいなっていうのはありますね、まあ、ここからアイアンですけど、めちゃくちゃ飛ぶんで、あの、うん、もし直進性がえぐいんで、うん、まあ、はっきり言ってねフルセットそれでもいいぐらいなんですよ、うん、4番から、サイドの方まで50度ぐらいまでいいんですけど、あのとにかく4番、まあ、5番ぐらいで高いボールで、飛距離もものすごく稼げるんで、ちょっとね他のアイアン型で長いでしょ、アイアン型のユーティリティ、うんうんうん、あれよりもやっぱ普通ぐらいのある程度の長さでロフトが立ってるのに浮くっていうのはものすごく打ちやすいです、飛びます非常に、うん、そしてで、ここからね、まあ、アイアンですけど、ピンの I230 です。うん、I210 一時期使ってましたけど、その時もかなり良かったんで、だけど、この230になると、うん、よりもう本当に直進性。ちょうど210まだね、結構捕まってくれるんですけど、230の方がね、割ともう本当にストレートっぽくなってる感じがするんで。で形状もちょっと小ぶりなので、うん、更新的にはもう5番はいらないと、それを G430 の上の番手でカバーするというね、うん、まあ、入れたとしても6番から U までみたいな感じかな、もう7番からでもいいかな、うんうん、まあ、それぐらいな感じですね。もうでも、うん、まあ僕が使うとしたらもう230ぐらいかな、あの辺のロフト帯のアイアンでね、ロフト、まあ、33度ぐらいかな、7番でね、うん、まあ、ZX7 のマーク2もいいんですけど、圧倒的に多分ピンの方が優しいんじゃないかと思いますけどね。で、シャンボーがこれをワンレングスで作らせたっていうのもいい。今僕ワンレングスのね、LTDX のワンレングス、うん、めっちゃ分厚いよね、うんうん、で。たまに打ちにくいなって思うんで、うん、230のワンレングスね、出たらね、即買いたいぐらいですけどね。うん、できないのかな、特注で。ウェイトのね、調整難しいんでしょうけどね。うん、まあ、でも本当に230はかなり、いいですね。で、まあそれをね U の50度ぐらいまで入れて、残りのウェッジはまあボケかな、 LSM9 でね、 FSKD の中のどれかで F とね K はね良かった記憶があります、うん、あの試打会で打った時にも5458みたいなことになるんだろうけど、うん、この中でまあロフトのセッティングだったり、まあバンスだったりっていうのはセッティング有利でしょうけど、まあね、形状がね、そもそも好きです。うん、僕的に、まあ、テーラーメイドとかピンとかは、ちょっと形状苦手ですね。まだブリヂストン、キャロウェイ、この冒険は割とマシかな。うん、っていうような感じです。アイアンとか、ウェッジ系のシャフトに関しては、僕はもうモーダスの、うん、105以外の何かしら試してみたいなっていうのはあるけど、120の S でもいいんだけど、うん、若干捕まるから、うん、しなり方は結構好きなんだけど、もうちょっと左行かない、なんかシャフトがいいなって、ね、もう出す系でいいんだけどね、うん、
あ、そう、ダイナミックじゃなくて、うん、もう慣れてる120の S でもいい気がするけど、ドローが打てるっていうことでね、うん、そんな感じです。ベンチマンも別にそれでいいかなと思ってます。そしてパターですね。パターなんか本当とね練習しないんでね。2023年だとピンのクッシン4みたいなやつがいいかなと思ってますね。パターもうねあんまりねストロークラブの、うんうんうん、あのフェスにちょっとこう爪じゃないけど溝っぽいのがあるやつなんですけど、うん、ホワイトホットのあの打感が無理なんですよ。柔らかすぎる。柔らかすぎる、うん、だから若干なんだろう溝っていうかその当たる金属っぽいやつがないとダメなんで、これはなんか、ね、浅い溝がこう入ってるらしい、うんうん、まあ、打っては見てないですけど、まあ、無難に行くなら僕これかなっていう真面目に、うん、マレットの大きいのはちょっとねもうロングパットが全く打てなくなるんで動かせないっていう状態になってるんで、これしか無理っていうような感じですね、パターンに対しては。で、ボール、ボールは本当はね V1 のもうレフトダッシュ使いたいです、うん、あれが一番飛びます、うん、ボールでは初速、まあ、スピンでも、うん、全部において飛びますし、あとまあまあ変えないので一応それね、あんまりね、まあでも V1、V1X をね使いたいなっていうのはありますよ、うん、やっぱり無難に行くとそれになります、うん、あのブリヂストンとか 3X3 の、まあ、まあ X であったりね XV とか、うん、まあ、2社のやつをね結構シダで売って使ったりするんですけどね、本当に飛ばない、うん、で V1、V1X 打つとね結構ね出るんだよね、ドライバーとかね、うん、特にね、うん、でまあアプローチのスピンももちろんいいと思うんですけど、やっぱドライバー目線でいうなんかそっちの方がなんか飛ぶなっていう、 V1、V1X の方が飛ぶなっていう印象が強いですね。こんな感じですかね、クラブセッティング的にはね。ドライバーも ZX5、LS かもうパラダイムっていうので、まあ、うん、どちらのモデルもいいですしね。もうフェアウェイウッドユーティリティはもうピンですよ。もうこれもシャフトも合わせて選びやすいっていうのが、まあ、かなりあるんで。うん。アイアンもじゃん。アイアンもですね、うん。まあでも、フェアウェイウッドユーティリティに関してはピンに変えるだろうね。僕はね。で、アイアンは、まあ、ワンレングスをね、多分、変えれるかなっていうところなんでね。ただほら、ウェッジ、うん、もう70ヤード以内がワンレグスの56度今使ってますけど、もう打てなくなってきたんで、お調整がつかないのね、全く。だから普通弱の56度今1本入れている状態だ。それはね、冒険をね、SM9 とかにしたりするのもいいし、だからちょっとずつ足していくっていうのはありかもしれないけど、うん、ちょっとね、アイアンをガラッと変えるっていう時にはね、うん、ちょっと悩むだろうね。うん、まあ、でも230もかなりいいのでね。だからこれ別に14本っていうくくりじゃないけど、多分セッティングによって変わるだろうね。うんうんうん。以上です。はい。ということでした。ありがとうございました。